お互いじゃないですか、結局どうなったのか、まあまあ、あ、そうだ、そうだ、うん、僕がどう思ったのか、あ、この辺、この辺もいいですよ、あの、もう絵画 TV じゃないんで、この辺適当にマイクだけちょっとつけてもらっていいですか。あ、入ってます。マジで。あ、あ、入ってないですね。あ、ちょっと でかい、はいはい、こんな、もうちょっと、このグラス、あれ、泉君じゃないか、泉君っぽかったけど、まあいいや、奥の方聞こえます、ホヤさん聞こえますか、はい、聞こえます、外国人の方が一人いますが、英語ではやらないですけど、大丈夫なんですかね。大丈夫ですか。大丈夫ですか。に日本語わかりますか。あの翻訳してくれるんですね。はいはい、じゃあいいですね。なんか英語でやってくれって。無理です。始めますか。はい、はい、じゃあ、最終日の、クロージングのトークを、今日はしたいと思うんですが、スペシャルゲストで内海さんに来ていただいてます、はい、って感じでいいですか。始めちゃって、はい、じゃあ、まあ、はい、マイク持ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。内海です。はじめまして、よろしくお願いします。まあ、内海さん、そこの三角形の絵と奥の、はい、でかいやつを、そうですね、持ってきてもらったので、まあ、なんかちょっと最後に少し喋りたいなと思って、急遽ですね。かなり急遽来てもらったのでちょっと大丈夫ですか。大丈夫ですよ。おたおたしてるけど大丈夫ですよ。まあ、ちょっとその最初に、穂坂さん少し喋ります。なんかいい別に、この前の例えば絵画 TV とかは、はい、その僕がその微妙な立場だったんですよ。まあ、つまり、うん、その絵画擁護派なのか絵画ダメって言いたいのか、うん、よくわからないまま、そのいろんな人に、例えば相馬さん、フェスティバル東京のプログラムディレクターの相馬さんと話した時とかは、うん、僕がむしろ絵画側、うん、で相馬さんが、まあ、どちらかというとこうアクティビスト的な立場とかそういう感じだったんですけど、そので今回は僕が絵画側のように絵画側になるの で、はい、で僕はいつもの通常ポジションに戻ればいいので、うん、ものすごい気が楽ですけど申し訳ないんですが。で、まあ、とりあえずその少しその感想を聞いてもいいですか。僕からです か、 ってか どうでしたって、どうなんですか、まあ、僕が どうしたかったのかな。どうしたかったんだろうね。まずその、いや、僕あの初めて、ね、お会いして、最初にというか二次会か、オープニングの二次会で聞いたのをどうしたかったのっていう。そうですよね、うん、どうしたかったんでしょうね、まあ、特にビジョンはなかったんですけど、うん、例えば、絵を持ってきてくださいと言って例えば一人も持ってこなかったとしても、まあ、まあそれちょっとありえないんだけど、まあ、それはいいかなと、うん、で持ってきた、もし仮にすごい過剰にこれがもうなんか五段掛けとかね、うん、になっちゃったとしても、まあそれもありえるかなと、う
で、あの例えば全く無名の人だけが持ってくるっていうパターンもありえるかもしれないし、まあ、割と著名な人がでの絵が増えるって場合もあるだろうし、多分 いろんな状態があると思うんですけど、とりあえずその いろんな最終的な展覧会の見え方の状況が、それに関しては特にというか、なんかこうこうなったら成功、こうなったら失敗っていうのをとりあえず僕の中では設けてないんですよ。でそれがあの最初に二次会で飲んだ時に話した時にずるい的な話が、まあ、つまりその僕は言ってみれば今回の展覧会の枠組みだけを作ったので、それがどう転んでもいいですよみたいなことを僕が言ったら、いやそんなわけないだろうって言ってましたね。そうですね、だからこうなったら本当はいいっていう多分状態がきっと僕の中にあるだろうし、それをなんか探るためにも、まず俺が絵画である俺が、絵画でそんな言い方してちょっとでもまあノリとしてはですね、そうそう、ノリとしてはそういう感じで絵を持ってくるっていうことだったんですよね。そうですね。で実際持ってきて見てどうですか、ってかあんなでかいのも持ってきたじゃないですか。ああ、そうですね。まずその歩いて、ね、持ってくる、ペインティングトゥータブんパブリック、ペインティングトゥータパブリック持ってくるときに、やっぱその状態で面白いっていう、面白いわって思う状況っていうのをなんか作った方がいいんだろうなというか、やっぱあの差があればあるほどこの展覧会が面白いんじゃないかと思う。もし統一されるか差があるかどっちかがいいのかなと思って、で田中君自体も多分ある状況に対してなんか遠いどっかに差を作って、差を作っていくところにあのなんか そこの齟齬を見せていくようなところがあるので、例えばそのやっていく操作のその歩いてくるっていうところにも差があって、最終的なビジョンにもどっかに別の差ができるようなものがいいんじゃないかなと思ったので、それでまあとりあえずでかいの歩った方が面白いんじゃないのっていうのと、あと前のその目黒でやったやつの写真を見たときに、結構佐々木くんがね大きいやつをこうやって持ってるイメージがあったんで、僕かなり大きいなと思ったんで、じゃあ僕はちょっと東北から来てるので僕のまあ限界があれぐらいかなっていうのと、うん、あと全部が四角くこうになってしまうがちな気がしたので、だから形の違う、だからそういう意味での差のあるようなものを持っていこうかなって、まあ三角形を持ってきて、はいはいはい、まあ、ちょっとおばちゃんとかちょっとマイク、あ、ごめん、今の聞こえてます？これ持ってないとまずいですか？多分ね持ってないとね聞こえないから、そう、そうそう、も持って喋ってください。まあ それで三角形のを持ってきたと。そうですね、だから持ってくる途中おばちゃんとかをちょっと引っ掛けそうになりながら持ってきましたね。でも攻撃力がある絵だなと。攻撃力がある、なるほど。まあでもそのまあ、なんていうかで、あのわざわざというか、まあ、初対面というか、もちろんあの僕は名前は知って、名前も作品も知ってたけど、その、僕からわざわざ持ってきてと言ったわけでももちろんないのに、うん、まあ、持ってきたわけじゃないですか。そうですね、それってすごいですよね。てかすごい嬉しかったですけど、あ、そのなんか、まあ、ある種のチャレンジですよね。そう、てかまあ僕の側がなんか挑戦してるって受け取ってたよね。ああ、そうですね。挑戦というか挑発というか、挑発してたのかな。やっぱりあのなんつうんですかね、その枠組みを作ったって言っても、その枠組みの中で動くものがきちんとないと、その枠組みって見えないんじゃないかなと思ったんですね。それでその枠組みに差がある、ってさっきの差がある状態を作るときに、そのやっぱりあまり想像するだにやっぱりすごい巨匠が来るような感じでもないしでしょ。だっていやでもさ、結構呼びかけのテンションが低かったので、わだ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 、でも実はそこに早乙女正平っていう、はいはい、この中ではもう、はい、多分結構年齢層が上の絵描きさんで、うん、あのそれこそ黒田清輝から連なる日本 その近代絵画、あ、洋画史の中に位置づけられるかられないかぐらいの人だと思うんですけど、うん、まあ、一応いるじゃないですか。そうですね、まあ、実際、ね、最終的にはとてもあの丸山さんとかあの浅見さんちょっとあれはまあ反則です。あのあれ保谷さんが持ってきたので、うん、あのでもあるっていうのが重要
じゃないかなと思うので、ここにそのフィールドに、ね、だから もう絵画っていう幅を網羅するぐらい実はもうわちゃわちゃに合ってくれたらすごい面白いなと思って、そしたらその中でもやっぱり端っこになるようなものがないかなと思って、まあ三角を持ってこさせてもらったんですよね。そうですよね、うん、そんでその後にもうその後初めてあの名刺交換をして、その後にそのトークの話があったので、2週間の展示の最後のトークの話がね、ちょっと本当に1週間前ぐらいにあったと、あそうそうです、ね、マジかよと思って、どんだけ、ね、愛を必要とするんだろうと、まあ、思いますよね。まずこっちからトーンって出したのが、いやっていうかだから、まあ、それでそのまま流しちゃったらちょっと微妙じゃないですか。そうかな、まあ、来たならば、うん、じゃあ、まあ今後はもう絵画のことは全部内海さんに、うん、任せてでっていう感じでできるかなと思ったので、さらにだから来たからかぶせで、あそれで持ってきたんだ。そうです、あそういうことか。だからこあっちの作品はその歩く方に対応し、歩いて最後までの対応で自分は持ってきて、この全体の点今度は3の方ですよね、はいはい、で考えた時にじゃあもっとなんつうの、空気読めない感じの、あでもなんか割と端っこにしちゃったじゃないですか。まあそうですね、だってこのいや一応、うん、まあ本屋さんにはちゃんと言ってたかどうか分かんないけど、まあ、別にどこに展示してもいいし、うん、仮にそれを動かすことになってしまっても、まあ、それはいいかなと思ってたんですよね。これやっぱり壁に鉛筆で書いちゃってるのがサインを、それが動かせなくしちゃってる。あここそうね、芹沢さんのサインだけの作品みたいなのがあったりするとも余計に動かせないなっていうのがあって、それでまあじゃあ展示するとしたらあそこしかないってことですね。そうですね、だからでも最初一応測りに図面をもらいに来て、もしかしたら上とか行けるかなとか図面もらいに来たの、この会期中だいぶ来てますからね実は僕より来てるんじゃないですか。でもそういう可能性も含めて一応考えたけど、やっぱり点なんですかね、バランスを考えてしまいますよね、うん、そんでまだバランスを考えられる量なんだからこうなったっていう感じですよね。いつかバランスを考えられないようになってきたら面白いなってすごく思ったし、あとなんかどんどん出してくれたらいいなと思ったので、僕の制作を手伝ってくれる人とかもなんか出してくれたり、あそうなんですか、はい、あとフェイスブックでつながってる方がなんか出してくれたりとかしてくれたので、そういうのは単純に嬉しいなって思います。いや、まあ、そんなビビたるもんですけど、でもどんどん出たらいいな。内海さんはこういう展示があればいいなとどっかで思ってたってことなんですか。いや思ってないですね。だからそのこの絵画って僕の中ではかなり、近距離パワー型っていうか、もうすごい限定された状況ですごい力を発揮するタイプ の表現だと思っているので、だからその表現のあり方を大きく広げられちゃうと実はもう全然届かないパンチを振ることになっちゃうから、ちょっと嫌だなっていうのはあるんですけど、はい、もうちょっとその近距離パワー型っていうのを説明してほしいです。まあでも条件がはまればすごく当たるっていうことですよね。ちゃんと展覧会としてじゃなくて絵画そのものがって意味ですか。絵画その展覧会としてですね。展覧会として絵画そのものがそのやっぱり、アトリエにある状態とこのギャラリーにある状態ではやっぱ様相が違うので、この時には良かった、この時にはよく見えなかったっていうのも絵画の持ってるものなので仕方がないんですけれど、ただ、絵画をやる人はやっぱりそんなに反射神経よく動くタイプの人はちょっと少ないと思うので、で特に僕のは結構制作に時間がかかってしまうので、例えばこの招集がかかったとして、というか招集かけてないけどやるぜって言った時におーっていけないタイプの制作なんですよね。そうか、でもその中でもまあなんつうんですかね、その挑発されたっていうような言い方をしたけど、フォーマット作ったからこの内容を作るのはまあ他力じゃないですか。その周りの人間がどうするかっていう、周りの人間がこの中身で考えろよっていうような課題だと、まあ、夜な夜な絵を描きながら受け取ってしまったので、むかつくなっていうふうに思ったのかよく分かんないですけど、ちょっとなんかちょっと突っ込んでみようかなって思っ
ったんですよね。もともとそういう武闘派のところがあるんですか。いや、そんなことはあんまないです。むしろ普段はにこやかに、ね、絵からすると割とこう光あふれるなんかこう爽やか青年みたいなところは、でもいやでも多少はないと作れないと思うし、そういうのがないと、まあ、作品を突っ込めないっていうのもあると思うんですけど、海外 TV の中で相田さんなんかも周りをちょっと挑発するとかムカつかせるようなフォーマットという話をしていたと思うんですけれど、やっぱり それにハマる世代っていうのがやっぱあると思うんですよ。例えば達観できる年と、あとまだ自分そうでも絡んでいいのかなっていう世代とっていうのが実はあると思うんですけど、僕と田中君ももう年が近いので、多分まいた種をそのままで、今まで美術館とかだったんで、もちろん何回もずっと見させてもらってるし、ずっと作品を見てる作家の一人ではあるけれど、絵画のところにその操作が回ってきた時に、僕が動くっていうことがなんか重要、自分にとってね重要なんじゃないかと思ったんですよね。まあ、あ、そっか。まあでもいや、なんか実はそのこのアイデアを美術館でやったらどうなるのかなとか、うん、で美術館でやったらそういえばアンデ読売アンデバンザーになっちゃうなとか、なんかまあ割とフォーマットとしてはあるじゃないですか。そうですね。でそのあとはまあその僕がやるってことによって、結構そのまあ僕じゃなかったらもっと来る人もいたかなとか、うん、そのいろんな多分要素が結構あるなと思っていて。そうですね。でそのでも とはいえというか、そのまず保坂さんはきっと僕に絵をか僕が描いた絵を見ていたので、そのどこかで絵をきっと描いてほしいと思ってたのかもしれないんですが、やっぱ絵はちょっと、いや絵描いてるんですよ。でも あそこのほら絵を持って歩く時 の、はいはいはい、絵とかは一応描いてるんだけど、でもあれを自分の中で絵と思ってないんですよ。なんか小手先もう完全にその写真をトレースしてただ色塗ってるだけなので、うん、まあ塗り絵みたいなことしか今やってないので、そのじゃあかといって何かもう一回絵を描くかっていうのも、もう一度それやってるから、うん、また改めてそれをここで例えば絵の展示を例えば仮に自分がやったとして、まあ、あんまり意味がないかなと思ったんですよね。でも絵としての基準が自分の中にあるわけですよね。そうですね。でも絵として募集をかけて、その絵が自分のそのなんですかラインをなしにするっていうのはなんでですかね。その絵っていうのは自分の思う絵と、やっぱりいわゆる絵っていう絵画を持ち寄る絵画っていうものが別のものと考えて、まあ、絵画でも絵でもいいんだけど、その自分の中にはその、まあ、絵だったらこのぐらいみたいな基準がもちろんあって、うん、そうするとその基準ってちょっとハードル高すぎるので、うん、僕はそれで書けないんですよ。その自分のハードルに自分が書けない。そうそう、まあ、例えば、まあ、抽象画だったら、まあ、ポロックぐらいは最低みたいな、うん、っていうと ポロック以上書けるかっていうと、まあ、書けないからやめるじゃないですか、うん、でじゃあポロックが最低ってすごいハードルが、はい、まあで、はい、で具象だったら、まあ、せいぜいマネぐらいはみたいな、で例えば思ったとするじゃない。そのハードル言われたら俺恥ずかしいくなっちゃうんですか。俺作品ね、怖くて。いやでも怖い、でも、うん、でも怖いこと言う。でもまあそういうハードルを例えば設けたとするじゃん。で、まあでもそれってほらすごい昔に設けたハードルだから、うん、その例えば大学生の頃とかだから、うん、まあバカなわけですよ。でそこからまあ諦めてやってきたんだけど、じゃあ例えば絵っていう、まあ、絵画とか絵を持ち寄るってなった時に、一体どういうものが本当に来るのかなっていうのもちょっとあって、そのまあちょっとリスキーな部分もあるわけじゃないですか、まあ、僕の作品として使われてしまうと。そうですね。将来的にで、まあ、実際そういう、契約もここで交わしてしまうので、僕の、例えば写真を撮ったら僕の、ものとして使いますよっていう、その将来的に僕の展覧会のインスタレーションビューとして使いますよっていう契約をしちゃうので、まあ結構そのハードルが多分高いんだけど、それでもそのハードルを気にせずに持ってこられる絵ってどういう絵があるのかなっていうのがまず結構実は楽しみだったんですね。だからホヤさんが持ってきた丸山さんのとかは、そういうそのなんていうか、そういうのは別に
いらないんだけどなって正直思ったんですよ。だからそれは何でかというと、こういう絵があったら他にも持ってきやすいと思ったから私は持ってきたって言ってたんだけど、それって言ってみれば僕が設けているそのハードルを超えた人が見てみたいのに、ハードルをなんか下げようとしてくれたんだけど、実はそれいらなかったんですよね。だけど例えば内海さんの場合はそのなんか逆にハードルを上げた感じがするのね、まあ、ハードルを下げたんだけど上げた感じがするっていうか、それはいや何でかというと僕が頼んだわけではないじゃないですか。です、ね、あるいはそのこの展覧会を企画してる側でもないし、そのアイデアを考えた側でもないし運営してる側でもないから、はい、つまりその自主的なその言ってみればこの、このシステムの外側にいる人が、うん、勝手に内側を操作できる、だこの展覧会ってそういうやり方なんですけど、うん、外側にいる人の操作によって全く違う状態にできるわけだから、うん、それを促してくれたっていうのは結構良かったなと思うんですよ、ね。まあ、でもリスキーって言い方したら相当リスキーですよね。その状況、例えば、展示 その要項みたいなのがネットに上がったのも15日とか16日ぐらいなので、その状況だけ見ても大丈夫かよっていう感じがあると思うんですよ。やっぱり作成絵画って脆いものが多いし、そのダメージとか、じゃ例えば雨に濡れちゃうとか作品が落ちちゃうとかっていうのにすごく脆い表現でもあるので、そういうのに対してだからこの温度で大丈夫かよってやっぱ相当思ったし、確かにね。で僕はやっぱあの当日も悩んでましたよね。当日朝起きてからも俺行くのかなこれマジかなって思いながら考えきましたけど、でも前の目黒のところの時もなんかやろうかなと思って、一回ぶち込んだらどうしようかなと思ったけど、やっぱ実際展覧会なんで僕制作がなんかあったんですよね。納品かなんかがあって、で今回もちょうど19日にだからその要項が出たのが15か16ぐらいで、オープニングが19だったんですよ。だから本当に3日4日前に正式ななんかその箇条書きのが出たから大丈夫かよと思ったんですけど、あの19日にまあ別の納品があったのがなんか偶然ずれたんで、じゃあ行ったろうかなみたいな、まあそういうのもあったんですよね。あ、でも例えば目黒の時と比べると、目黒の時はその、最終的には今となってはそれをベネチアに出すんだけど、その時点では何も決まってない、それこそベネチアも選ばれてないので、その何も決まってない状態でまず何か知らないけど思って歩こうと思ったんですね。それでまあたまたまっていうか、あの時は多分30人から40人ぐらいいたんですけど、その半分ぐらいは僕の友達関係の人たち で半分以上がそのツイッターとかフェイスブックとかで来てくれた人なんですけど、その時に出た人たちが今回ほとんど来なかったんですね。で なおかつ人数も全体的に減ってると、うん、結構少なかったんですけど、でこれをもし今度仮にまた、来年再来年ってやっていくと、きっと最後は多分2人だけに、俺は来年出るってことになってるこれ1回出るとなんかその厳しいっていうか、なんですか、一回ここのなんつうのか、その一つの訴状に上がっちゃったから、もう一回出た時に同じこと言ってるような感じがしちゃうから出にくいような気がしますね。だから一回そのバリエーション、絵画のバリエーションを例えばあの土屋さんとのトークの時に実践を通してみたいなの、トークじゃないか、その往復書簡とかに、だから実践を通して前と今回とこうやってどんどんフォーマットを変えるのかレベルアップしていくのかよく分かんないですけど、まあ、やっていこうとして、で次にまた持っていこうとしてるんだと思うんですけど、その時に実は冗談でもうやらないですけど、もうやんないやんないです。結局その、今回のこの展覧会があったので、この展覧会に絵を持ち込む時にその結局外から持ってくるわけなので、だったらまあそれも歩いて持ってくる人たちもいてもいいかなっていう、だむしろこの中に誰が持ってきても展示できるって状態を作ることの方が多分大きかったので、あのそれにまあ付随して、じゃあ歩くのもせっかく金美の学芸員だし、そのまあその金美から持ってこれるまあぐらいの距離なので、なんか それもその含めそうそうそう含めるといいかなっていうのがちょっとあったんですよね。でもなんか頼んだ
でもいないけれど持ってきたって話をやっぱりしたけど、これ頼んだりしちゃダメだったんですか？これは多分頼んだらダメなんですよね。一番重要なのは、うん、その参加したかしないかって問題では実はないっていうと怒るかもしれないけど、その家からまずその絵を持って外に出て、でここまで歩いてくるっていう、なんかまたあれノイズが出てきたな、まあここまで来るにしても来ないにしても、その実際に絵を持って外を歩いているって状態が重要なので、その歩くことに関して言えば、そうするとその家からまずその、多分実際そうだったと思うんですけど、家から電車に乗って出てくる時が結構きついじゃないですか。きついですね。その人にも見られるだろうし、これなんだろうって状態になるっていうか、歩くよりもきつかった。歩くよりもきついですよね。でそっち、その絵を持って歩けますよとか、絵を持って歩くことに参加できますよっていうと、それがその考え方がデフォルトになるんですよ、人、まあ、どこまで波及してるか別として、はい、でそれがデフォルトになると、例えば絵を持って歩いてる人を見ただけで、あ、この人そうなんですねってなるわけですよ。で絵を持って歩いてる人って意外と見かける時があるっていうか、その日本の中だけじゃなくて、でそのあらゆる場所にいる絵を持っている、絵を持って歩いてる人たちは、自動的にこのプロジェクトの参加者にできるためには依頼しちゃダメなんですよ。依頼すると依頼した人たちだけしか参加者じゃないじゃないですか。でも依頼しないと、このプロジェクトの後も前も含めて、その参加していない人たち、ただ絵を持って無意識に歩いてる人とか、なんだろう、どっかに例えば納品に行く人とか、うん、その人が絵描きじゃ、絵描きにせよ絵描きじゃない人にせよ、その全ての絵を持って歩いているこれからの人たち全員がこのプロジェクト の参加者になりうるというか、そういうふうな見方を、見る、そういうふうに見ることができるよ状態になるので、うん、そうするとやっぱり依頼したりするとその部分がやっぱ失われてしまうっていうか、2つあるんだけど、最終的な、じゃあここでどう展示されるかっていうのはそれほど問題ではなくて、じゃあ行って、じゃあありがとうっつって帰っちゃっても、帰っちゃう展示はなんなくても別に構わない、持ってきた場合とか、うん、持ってきて展示して、うん、その人のうちに持って帰る人でもいいと、だから今日ほら展示、持ってきてくれた人でもいいわけよ。そうですね。この展示は、じゃあこの展示の状況の、例えばいいとか悪いとかっていうのね、ちょっとこれ言いにくいけど、まあっていうのはもう問わずに、この展示の状態の例えば何かのビジョンとか何かのありようっていうのは基本的には問わない。それもし仮に問うとするじゃないですか、うん、で僕が例えば展示の状態を入れ替えたりとか、うん、もっと僕がいいなって思う展示にしたとすると、うん、それってその時点で持ってきた人たちに対してかなり失礼ですよね。だからその、うん、持ってきた人たちによって展示の質が良くなったり悪くなったりって普段僕らは判断するけど、うん、例えば東京都現代美術館の展覧会に見に行って、あ、この作家たちが選ばれてるからつまらないとか、うん、この作品がなければ良かったとか、あるいはそのベーコン展でもいいけど、この作品が出てなかったらベーコン展として良くないとか、そういう判断を僕らはするんだけど、うん、でもそれってなんか実はそんなに重要なのかなと思っていて、その展覧会のクオリティっていう部分が果たしてその展示のなんか展示のプレゼンテーションのうまさだけにじゃないでしょ、実際は。そうですね。だってだって一点一点の絵ってめちゃめちゃその人なりに何かが含まれてるわけだから、うん、ってことはそれがどう展示されるかとか、どういう人が出ていたらいいかってことに持ってくと結構厳しくない？まあ、厳しいけど、でもそうは言っても、例えばその展示に それほど何ですか、その裁量権がないでしょ、他の人に対してもそうだから、結局バランスを取ってっていうこの置き方は、じゃあいろんな形の段ボールを渡されて順番に置いてもあんま変わんなくなっちゃうような気がするよね。ってことは、うん、段ボールと絵が一緒って言ってるような話だから、だから、うん、絵一個一個が良ければどのような展示され方をしても僕はいいんじゃないかなと思って、で実際さ、だって比べらんないわけじゃん、段ボールは同じものなわけでしょ、ある意味、うんうん、でそれを判断しないわけじゃん、優劣を判断しないから、段ボールは並べたらいい展示にはなるかもしれないけど、
これはだって段ボールじゃないでしょ。そう、そうなんだけど、うん、ただやっぱり絵の展示やっぱしたことあるでしょ。だからやっぱりちょっとこう上げたり下げたりした時のこうした時にすごくよく見える、もしくは自分の状況的に素晴らしいっていうのがそしたらなくなってしまうので、それ本当はさっきよりさっき5センチ例えば上げた時よりも今と5センチ上げる前と上げた後自分がいいなと思ったものが同じってなってしまった時に、じゃあその操作とかって絵画のための操作ではなくなってしまうってことなのかね。だから それは必要がなかった、意味がなかった、床に置いたままでもよかったってことになるってこと。僕はやっぱりその、うん、例えばじゃあ極端な話をすると、うん、そのまあ、例えば何でもいいけどなんかマネの絵があったとして、うん、その絵が例えば どこの美術館のどの壁にかけられていったから良かったとか、うん、あるいは自然光で見たから良かったとか、うん、あるいはこのマネの隣にモネの絵があったから良かったとか、マネの隣にポロクがあったから良かったってことでその絵を判断しないよね。その絵はあくまでもその絵としていいって思うわけじゃん、うん、ってことはそれをどういう組み合わせとかどういう状況でって判断してる時点で絵の問題ではなくなってるって僕は実は思ってるよね。 それはなんかインスタレーションとか、うん、なんかそういうようなまあ言ってみればそのディスプレイの技術でしかないと思っていて、うん、でそれでもちろんよく見えるものはあると思うよ、うん、だけどそれはその時点で絵ではないんじゃないかなって思っちゃうのね。でちょっと経験、うん、まあいっかとかになる、まあ、あんまり内海さん責めてもしょうがないけど、あ全然大丈夫よ全然でも僕個人的にはそういうふうに思っていて、うん、だからそのなんていうかもちろんそれはなんかそれっぽく見える展示っていうのはできると思うんだけど、うん、なんかそのそれっぽく見える展示ってなんだろうなっていつも思っていて、でもそれっぽいなそれっぽいっていうようなのを感じさせないだけのちゃんとした展示のクオリティがもしあったとしたら、そこに引っかからずにこの状況この田中君のそのフォーマットの面白さとか美しさとかがすんなり入ってくるような気がするんですよね。っていうのは僕は例えば美しいなっていう感覚とかって理解しようっていう感覚とすごくマッチしやすい気がするんですよ。だからその状況が雑多であるとじゃあまあ汚いでいいや、うん、でまあ綺麗としちゃいましょう。汚いと綺麗の時に理解を示そうと思う状況っていうのがやっぱあると思って、でさた、うん、とそのルールを決めたフォーマットを決めた、例えばサッカーのルールを決めた時にそこにただ小学生がわーって言って同じことをやった時、このゲームスーパー面白いぜってやっぱならないんじゃないかと。やっぱロナウジーニョとかメッシがいてすげーシュート決まった時にうわこのゲーム超面白いぜってなると思うんですよね。だからどうしても、ね、こっちはプレイヤーとしてね、例えばそれがそのサッカーでなくてその子供だったら どうするだからプレイヤーがその見る方が、まあ、サッカーの場合は、うん、その技術的に高いとか、うん、その組み合わせが面白いとかなんかありえないシュートができたとか、うん、そういう言ってみればその華麗な技術によって判断される、うん、でその、インスタレーションの問題というのは多分絵画のインスタレーションの問題というのはそういう技術的なことだと思うんだけど、はい、その例えば、子供が生まれたとしてその子供が、障害を持っていたとして、うん、それはでも自分の子供だから、その子供が障害を持っていようがあるいはいまいが自分の子供として好きですよね、うん、そうですね。ってことはその、展示が仮に子供だったとして、うん、その展示がどうなろうが僕は好きなんですよ。あ僕はね、うん、僕の感覚としてはつまりその展覧会をするとか作品を作るとか、うん、あるいはその、枠組み作って結果どうでもいいって言ってるのは、うん、実はそのその時に生まれた子供がどういう状態に、例えばその子供が、仮に障害を持って生まれて、うん、でなおかつゲイでみたいなことに仮になっていったとしても、うん、それでも自分がそれを受け入れるかどうかって感じ、それは受け入れるじゃん自分の子供だから。そうだけど俺は障害だから排除するっていう展示の方法のことを言ってるわけじゃなくて、うん、自分がその状態でベストを
あのじゃあ子供に対して尽くしたいいんじゃないかという話よね。でもベストを尽くすのはあくまで子供の側の問題であって、うん、こっちはただ受け入れるだけじゃん。だから展覧会っていうのは それが始まってしまったら、うん、あるいはその、自分がどういう展示をしようが、うん、全部受け入れるっていう体制もありえると思うんだよね。ありえないか、うん、いやあるあるありえる全然ありえるうんいうかうん、特にだからこの展覧会に関してはそれがどういうふうな方向に向かっていくかっていうのは僕には判断できないというかしてもいいんだけど、うん、判断をしたくなかったのね、うん、判断しちゃうとさやっぱりそれはある一定の方向に流れていってしまうし、うん、ある一定のものになるしそれはつまり僕の展覧会になっちゃうでしょ、うん、でとはいえこれは僕の展覧会なんですけど、うん、でもだったら それがどう転ぼうがっていうかどう例えば仮にこの展示をダサいっていう人がいたとして、うん、でそれをなんか あるいはここで行われていることは他の展覧会のなんとかさんのやった展覧会と比べて根源的でないみたいなことを言われたとしても、うん、自分の子供に対してその自分の子供がはるかに根源的でなかろうがあろうが好きですよねそれは。でそれ関係ないじゃん。そういう判断をその人がするっていうことも含めて自分のものとして僕は受け入れるべきだと思っていて、うん、つまりどういうふうにその場所が、変化しようが転げ落ちようが転げ落ちまいがそれはだって よくない？いやいい。でもそれがねじゃあ、ま、何の障害もない人っていうのがいるか知らないけど、まあ、何の障害もない状態を愛するよね。でその状態をそのまま日常で受け取ってで今いわゆるその絵画がこういうふうにあるという状態を何もない状態だとしてその何もない状態の方にしたことでそこに何の齟齬もなくその展覧会を愛すっていうことだってあるというか、まあ、そういうことそうだよね。だからあえて障害を持たせたこと持たせて愛してるようなちょっと歪みみたいなものをちょっと今の言い方だと僕は感じちゃうのでやっぱり絵画が だってこの状態はだからその障害があるかないかって問題を持たないって話をしてるわけだから、うん、つまりその先ほど言ったそのいい展示にするっていうのは、うん、つまり自分の子供がいい大学に入って有名なんか企業に入ってちゃんと成功してほしいみたいなことを望んでしまうことと同じじゃない。そこに並列さがないから並列なんて差がないからそれを並列に見るときにまあ、よりってことだよね。よりを考えちゃうなっていうのは、まあ、あとその相手の作品の方が個々の作家として、まあ、独立しているものだから例えばそれが展示台とか展示の壁とかとはやっぱり違うものとして入ってるときに展示室とは一枠大きい気がするんですよ。一つ一つにやっぱりその絵画とは何ぞやかどうしても入っちゃうってくるしそうすると何ぞやって思ったもの一個一個をそういうふうに扱うとやっぱ個人からは何これっていうことは十分あり得る気がするんだよね、うん、まあそれはあり得るけど、うん、でもそれはそっちはいいって言ってそうそうでこっちは反発するんでそうで僕その反発する人がいなきゃいけないというか、いや、だから、いる方がいいなと思ったんだよね。うん、そのために今こういう話をしてるんだけど、そうだよね。でもその例えばじゃあ、まあ、ここの展覧会一旦置いておいて、うん、そのうまくいった展示うまくいかない展示っていうのが仮にあるという立場なわけだから、うん、あるとして その判断をするのは誰なんですか。それは他者じゃないですか。やっぱ自分もあるけど、うんうん、やっぱり他者が判断しちゃっていいんですか。最終的にそうなるんじゃないですか。投げちゃうからちょっと話が変な気がする、うん、最終的にはだからこっちのベストをやってだから投げるわけですよね。だから投げた後の話は関係ないんだ。判断だってそこは僕が判断することではない入ることができないから、まあ、でも自分はじゃあベストを尽くしたいい展覧会をしたとして、うん、でそれをダメだという人がいたら、うん、それ どうするんですか。うわーって思うけど、まあ、考えますけどね。でもなるほどなって、それに対して対応していくんですか。まあそうですね。対応性はそれに合わせていくことはないですよ。合わせていくことないでしょ。ないないない。ってことは相手の意見を取り入れないわけでしょ。そうですね。
じゃあ よければ手を取り入れますけど、なるほどってなった。いい展覧会を成り立たせるためには、うん、自分の判断だけでその展覧会を作り上げるわけですよね。そうですね。ってことは、その判断が他人の判断はまあいいわけじゃないですか、うん、あくまで自分で判断するってことですよね。そのでもここだから、そうか、そのもっと手前でその自分の判断のところを、そうそうそう、だから自分でベストの展覧会の、うん、展覧会の状態を作るためには自分で判断して、うん、とにかくベストでやるわけですよね。じゃあ例えばこの展覧会仮に、うん、その僕の中でのベストの状態の展示をするために、僕はここまでがここまでを決めてこれ以上は決めない方がいいとした場合、うん、実は同じになっちゃうじゃないですか。まあそうですけど、例えばこの2週間のフォーマットだと、じゃあそれで良かったですかね。なんかもっと長ければ面白かったなって思う。逆にね、うん、もっと1年ぐらい延々とやってて、ああもう分かった分かったってなったら、まあ、それはそうかもしれないですね、うん、なんか2週間だとやっぱりその反射神経そんなにできないし、見るだね、展覧会を見るだけでも2週間って厳しい スパンで、確かにね、だからまあ僕はえいやってやったんですけど、でもなんかね、うわーってその絵画っていうものをが 1年ぐらいあったら違うかもしれない、ね、なんかもう絵画っていうものはないじゃないですか。絵画っていう、うんうん、ど真ん中の絵画、これは絵画ですっていうものはないので、うんうん、その絵画っていうその思考体みたいなものがぐわーってなるところの一つの端として、まあ三角だったり、あとちょっと大きいとかっていう、その大きいっていうことすら本当は絵画はないから、絵画別に相対的に大きいだけで、これぐらいが絵画ですっていうのはないからっていうのが、もう出し尽くされるぐらいの時間があって、分かったよってなったら、すごく確かにすごくもしかしたら感動したかもっていうか、感動する必要はないのかもしれないけど、うわすごく育っちゃったなって思ったかも。今あのなんかもっと、いや僕あのこれをなんか突っ込んでだから行って、どんどんこの作品が育つきっかけになれば面白いなと思って、まあ投げて、で思ったより増えてないなと思ったのがちょっとまあぶっちゃけ残念だったんだけど、だからああやっぱ時間が足りないのかって最初に思った感じ、あのそんなにフットワーク軽く作家って、まあ、ペインターって動きにくいよなっていう感じをそのまま解消するには、やっぱそういうのがあったら、うん、そうだね、1年ぐらい確かにあった、うん、まあでもそれ僕できないけどね、いや できないけど できるとは思うんだけど、うん、まあ、僕がやることじゃない気がするんだよね。僕がやったらちょっと うざくないですよ、さすがに。いやでも芸風、芸風そういうでも他にやる人がいないような気もするしね、うん、まあ、その逆にその田中さんの作品の中、あるいはその田中さんの作品の一つとしてというそのフォーマットじゃなくて、ニュートラルにねそういうスペースがあったとして、そこになんか違いって生まれると思います、その内海さん。あ、出てくるものとしては違いはないかもしれないけど、スピード感とかはやっぱり変わったりとか、あとその標榜する人のやっぱ年代とかでやっぱりその形は相当変わっていくんじゃないかと思うんですよね。っていうのはやっぱりその、まあ、ずっと見てる作家が、まあ、ベネツィア行くとかそういう応援したい気持ちも当然あるので、そしたらあのこういう形のないフォーマットしたら、まあ、やからが来るよっていう、まあ、僕みたいなのが来るよっていうのも言いたかったし、そんでその応援のために、まあ、同世代としてのボンボン行こうよっていう、ちょっとなんかやっぱテンション低いじゃないですか、あのどうしてもテンション低い、自分じゃなくてね、あ、応援じゃなくて募集のテンションは低いなって思って、募集のテンション低いかな、低かったですか。でも初日終わった後にもうちょい持ってきてよって ツイッターでふわーって言ったぐらいだから、それも僕は実はちょっとね、うん、うざいと思ったんだよね。だからこれを言わない方がよ、言わないで長い方がアルファM的には多分もっと持ってきてくださいみたいな、うん、何とか言ってくれてたんだけど、うん、でもなんかその持ってきてもらうこと、だそうやってなんかこうお願いして持ってきてもらうってよりは、むしろ能動的に来てもらう、だから内海さんみたいに来てもらうことの方が重要だから、
だから結局そのなんていうかこっちはもうまああの門戸を開いたわけですよ、うん、で門開いた門戸が結構狭いもうちょいドガーンって言ってあまあ欲しかったなっていうのと、でもまあ最初その言ったけどな、まあ、だけど難しいのは、うん、まあ、あえて突っ込むと、まあ、僕もその持ってきてくださいって言ったからあえて突っ込むとね、はい、だからその、まあ、僕は運営側にいるし、まあ、アルファインも運営側なんだけど、でも、まあ、一回門戸開いた以上誰がどう呼びかけようとも田中さんのコントロール外ってことでしょ。そう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 、だから内海さんが呼びかける、僕が呼びかける、他の人が呼びかけるっていうのは、だから呼びかける行為自体はありなわけですよね、うんうん、僕がそれをやりすぎると、うん、だからそのアルファ M ないし僕らに対しての否定をするっていうのは逆にコンセプト的にあの完成されてないんじゃないかってこと。ああ、そういう意味ね、うん、あまあまあ だから別にいいんですけど、だから僕が呼びかけるのだけは、うん、呼びかけすぎるのは変かなと思って、うんうん、少なくともここでそういう門戸が開かれてるよっていうことは最低でも、うん、なんか伝わっていないと最低の動きができないような、その初動ができないような、でもこのぐらいなんじゃないですか伝わる感じって。いやだってさ、それ以上伝わるのかな、うん、だから多分それはもうベースの温度が違いますよね、多分。だから田中さんの普段の温度と宇宙美さんの普段のそもそも温度っていうのは違うから、まあ、だから僕も正直だからもっと来ると思ってたし、うん、その問題になるぐらい来るんじゃないかっていう期待はあったから、うん、というのもやったことがないからね、こういうことをやったことがないところでその絵を展示できる機会っていうものがあれば、まあ、喜ぶ人とか関心を持つ人がいるんじゃないかと思ってたんだけど、だからその理由が分かんないんですよ。宇宙美さんが言うのは、うん、その門戸が狭いとか呼びかけのテンションが低いっていうことがあるだろうと、うん、だからその期間が長かったりその呼びかけのテンションが長ければ、うん、強ければもっと来たんじゃないかっていう、そう思いますね。で僕がちょっと思ってるのは、だからこれはやっぱ田中さんの作品になるから、うん、田中さんの作品の一部になるということに対して ある種のこうためらいを持った人も、まあ、少なからずいるんではないかっていうのが、うん、まあだいぶあると思いますけどね僕にもそのハードルはかなりありましたけどね、うん、まあでも基本的に絵画ってやっぱまあ晴れのものというか、まあ晴れやかし晴れがましいものであると僕は思っているので、だからそのそこにそのなんつうかね、作品を、自由に動かせるっていうのが、まあ、作家の特権の一つじゃないですか、持っているからね。例えば他の美術館の方があれ出してよって言っても作家が嫌だって言ったらやっぱ出せないけど、作家自身は別にじゃあその町へ出すっていうのもそうだけど、その保存自分がしてますっていうのは実は壊れちゃ嫌だっていうのと反面いくらでも出せるぜっていうのがあるから、まあ同世代としていけるぜっていうのがあったけれど、でまあそのハードルを、まあ、あんま気にしないように今回しようと。普段はやっぱね、そのギャラリーとかと絡んでくるとすごくそこがね重要になってくるけれど、でも今回僕はそれが今ない状態だから、じゃあいいやっていう。あとまあここは あくまで大学のスペースだから、そうですね、それも多いときっと思いますね。これがもうちょいカチッとしていたりすると、まあどっかに完全に従属してたりするとやりにくいかったかもしれないですね。でもまあその僕も穂坂さんと一緒で、僕だか僕、まあ、僕に限らないけど誰かの作家の作品になってしまうっていうのがきっとその 数が少ない大きな理由かなと思うんですけど、うん、田中さんはその最初にこうこのアイデアを考えたの、話し合ってたんだ、ちょっとあんまうろ覚えなんですけど、はいはい、いやだから自分の中でそう、まあ、どういうスタンスだったのかっていうのか、その自分の作品になるっていうのが非常に強い意味としてあったのか、それとも自分の作品ということは関係なくこういう空間を作りたいと思っていたのか。あ、自分の作品とは関係なくというか、うん、まあ正直なところこれがじゃあ作品として僕が どう見せるかが何とも難しいですよね今後。
今後ってこと。まあ、だから写真1枚とかで、うん、例えばこういうふうな、絵を持ってきてもらいましたっていう扱いにはできるけど、うん、じゃあそれがじゃあ僕の何かをこうプラスにするのか、うん、何なのかっていう、そういうものではやっぱりない気がするんですよ、うん、だからまあ、そのメリットがあるかないかってことを言ったら、メリットはあるようなないようなよくわからない点、僕の中では展示なので、うん、最初の時点でそれをだ自分のために、まあ、もちろんこれは作詞だと思うんだけども、その自分に何か自分の作品のためにみんなに協力してもらって何かを作っているっていう、自分のものを何か作っているって感じでは実はあんまりないというか。でちょっと逆にというか質問を変えると、内海さん的にね、はい、いやこれは田中さん関係なくて、うん、まあ、ちょっと質問変かもしれないけど、まあ、僕キュレーターじゃないですか、はい、キュレーターがこうやってください、持ってきてくださいっていうやつだったら、うん、あんま面白いとは思わなかったかもしれない。そうっすね、やっぱそうっすね、だから作品に、作品になるっていう嫌さと、うん、まあ、作品こういう流れの作品であるから、うん、その作品のメディウムとしての作品一個一個が精度がある方がいいんじゃないのっていうことで多分やったんだと思うんですね、うん、でこれが世代が違ったら多分やんなかったし、うん、もうまあ、いろんな自分の中に要素ありますよ、これが自分が動こうと思ったまでの経緯としては相当あるけれど、まあいいじゃんってなったのが、まあ、それを持ってくる日の朝ですよね。もう行ったれっていうふうに、まあ、飛び越え、まあ、でももう行ったれとかですよね、まあ、制作とかだってまあそういうことあると思うんですよね。ある程度ずっと維持しててもう行ったれってぐわーってやったらもう作品がもっと進むみたいなことがあって、で、まあ、例えば展覧会とかの時って作家は、ね、メディウムみたいなもんじゃないですか。だからその展覧会の中でその展示で鑑賞者を、まあ、突き刺せるようなものができるんであれば、自分のそのキュレーターの人の方向性で作品があってもそれはそれで構わないと思うけれど、それが作品であるときにそのメディウムとしての絵画っていうのの質はいくつかすごく幅広いものがあるっていうのがあるんであれば、まあまあ愛として出してこようかなっていう、まあ、愛なのか男気みたいな、とりあえずそうだね、うん、男気だよそんな感じですよ、どちらかといえばだらっていう感じ。そうか、男気か、まあ、そう考えたら男気なんじゃないですか。だからやっぱり何がだその場所を明け渡すみたいな、あ、僕自身の話でも、うんうんうん、そのね、まあとはいえそのもちろんそのプラスの要素も僕じゃなく、まあ、作家が言い出さなかったらなかなか内海さんのような反応はないだろうし、かといってやっぱり僕が言い出したからこそ来なかった人も多いだろうし、うん、まあ、となると大体このぐらいになるんじゃないかもしれないな、みたいな、かもね、このぐらいの、やっぱりこれ以上過剰にはなかなかその時間がかかったからもしかするとなるかどうかわからないですけど、やっぱりまあ1ヶ月やっても2ヶ月やってもまあそんなには変わらないかなって、やっぱ1年ぐらいやったら違うかもしれないけど、うん、まあその量によるそれこそ見え方ね、その展示という意味でのそのインスタレーションは変わるかもしれないけど、このまあ何と呼べばいいのか、作品というのか展覧会というのか、そのこと自体の意味は多分長期間やっても変わらないのかもしれない。そうですね、意味は変わらなくてもでも突き刺す力が違うと思うので、うん、ってことですよね。で多分それが分かんない、まあ、田中さんがどう思ってるか分かんないけど、やっぱ田中さんと内海さんの作品のあり方の違いなんですよ。ああ、まあそうか、うん、多分で物理的なその突き刺す力っていうのを求めてるわけでしょ、やっぱりどっかで。そうどっかでね、うん、そうかもしれない。で、まあ、あえて区別してしまうと、うん、コンセプトとしての突き刺す力っていうのを求めてるわけじゃないですか。だから これをそのオーバードライブさせていけばどこまでいくかはもう想像がつくから、それをやる必要はないかもしれない。むしろそのオーバードライブさせてそこまでいくっていうことが分かる
分かれば、その物が少なくても別に、逆に そのことの方がなんか逆にほら感動する可能性ってあるじゃないですか。このままいけばすごいよねみたいな。うん、このままいけば、でも例えばじゃあもっと手前に僕が絵画をやる方として手前に戻っていくと、絵が出来上がる手前の絵の具をただ置いたところで可能性すげえぜって言われてもやっぱり突き刺せないと思うんです。だからこの先にあるぜあるぜっていうのをやって、やってみたけどやっぱりちょっとダメだなっつって、もう一回行くぜっていうのを、奥へ奥へ奥へってこうやって突き刺して、自分が突き刺されるのか誰かを突き刺すのか知らないですけどギャーって言って出来上がって、で作家は絵はやっぱり、でも田中君も全制作のことを書いていたから、うん、あの感覚的には同じなんだけど、あの出来上がった絵の中にいるわけではなくて、制作途中のその作業とか、その間に考えてた思考とかバランスとか、まあ、そういうことの中に生きていると思うので、出来上がった時なんて絵なんて最後のピッと置いた最後の手を離したこの瞬間からが絵っていうか、ここにあるものだから、その手前に1ヶ月2ヶ月5ヶ月ってあるところをどう生きてるかっていうことになってくると思うので、そうするとそれをこうやってどんどん伸ばしてきた時に、やっぱそのこの先にこういうのがあるんじゃないかなっていうのを自分の中で提示できたから OK ってなると、なんか納得いかないような気がするな。まあ、いや言ってることはすごい分かります。田中君が言ってることも分かるけど、でも多分僕がやるスタンスがそれではちょっとなんか、いけないような気がする。いけないような気がする、なんだこれ、いけないような気はしてないけど、まあでもそうしたいと思ってるんですね。まあ、でも例えばその僕もそのある程度時間かけて作るビデオとかもあるので、そういうものは多分結構近いのかなと思うんですよね。例えばそのピアノのビデオとか、今編集してるのは詩人のビデオとか、なんかこうある程度のまあその単にコンセプトだけでいいっていうものじゃ、一応それもそういうふうには言ってるけど、でも実際はその撮影の技術であるとか編集の技術であるとか、まあ、なんかそういう細かいその いろんな技術がきっちり組み合わさった状態じゃないと実現できないものでもあるので、それに関しては多分結構近しいのかなとは思うんだけども、特にこういうなんていうか、まあ今回のこれとか東京とか現代美術館でやってるようなこととかに関しては、あのさっき保坂さんが言ったみたいな感じですよね、きっと。だからやっぱり最初のもう最初の時点で ある意味完結してるというか。でも実際は結局ここでトークを、ね、したりとか、で絵画 TV をしたりとか、それがこの空間をこうやって進めていく、そのなんていうの、圧力になるんじゃないかな。だから圧力とし、いやコンスタントすごい長い圧力はもちろん感じるし、それがあったから多分この展示が最初の状態よりも進んでいったんだろうと思うんだよね。で、あの往復書簡とか見るとやっぱり最初に考えてたことが結局つながっているんだなっつって、オークショ館、その前にじゃオークショ館読んだんだもんね。もうすごいしんどかった。もうよく書くなと、まあいいけどじゃないけど、ね、すごいよ、本当すごいよと思う。でも美術研から土屋さんに始まって、ね、で結局その、ね、その展覧会の認識みたいなのがこうやって、まあ、こうやってどんどんずれてって、そんで物がなくてもその手前の状態何かできないかっていうので、やっぱりそのオケ屋からこう来たっていうのはすごく分かるなって思うけど、ただそれはやっぱり何と反応してるかとか何と対応してるかっていうところが同世代に必要ではあると思うし、やっぱ同世代の作家として、あの絵画が何回も理解できる、何回も自分の前に現れるみたいなことをなんか書いていたけど、昔の作家をまた同じように作品を絵画がね止まってるからまた見れるみたいなことをやっぱり言ってたけど、そうは言っても同世代の人が同じように描いてるっていうのはすごく重要な気がするし、あのなんだっけ、エルグレコなんて400年前の絵の具が今理解できるなんてもうすげえ、もう化け物だな、すげえなって思うけど、それをエルグレコがあったからそこは解消してるわけでやっぱないと思うから、それ同世代でその差がある、だからこの空間が差があった方が面白いなと思ったのと同じことで、制作者としてすごくやっぱ田中君と僕はかなり遠い作家なので、その遠い作家が
のところにこうやって入ってきたら、じゃあ僕も行こうかなっていうのができたら面白いかなと思ったんですけどね。田中さん的にはこう絵画側に入ってみてどういう感触を持ったんですか？いや、もういいかなって思います。噛みつかれちゃう。いや、ちょっとなんか面倒くさくない？いや、面倒くさいっていうか、理由は、いや、やっぱまあだからその自分がよく分かんないので、絵画好きなんだけど、そのまあ特にやっぱ絵画 TV をやった時に、その自分の立場がどっちどまあその絵画を作る人の側に自分が立つのか、それともあのまあ結局絵画はこもってやってるだけであって外に出ていってないっていう立場に立つのか、自分の中でやっぱりよく分かんなかったんですよ、ずっと話をしながら。でまあじゃあ どこにその自分が立てるのかなと考えた時に、やっぱりその絵画とかっていうことにこだわってなかったので、まあこだわんない方がやっぱりいいかなっていう、そういう意味では絵画 TV の中で毛利さんが話してた話が多分一番僕が分かったというか、その絵かどうかって問題ではなくて、そのなんか どういうものが、まあ、その絵画性があるのかとか、あのなんかラジオが絵画的だみたいな話をその時はしてたんだけど、なんかそういうことだ、その絵を描くことをある種の、まあ、メタファーとして自分の中に取り入れたりとかっていうことの方が、その絵画そのものを描いたりとか、することよりはやっぱり興味があるかなっていう感じですかね。だからまあ、そのぐらいの感じで絵画ってことを使いたいから、うん、あんまりこう大きく踏み込みたくは踏み込まない方がいいかなっていう気はするんですけど、例えば この展示のフォーマットはもう、まあ、いつかもう一回やってみたいかなって気は実はあるので。これやっぱ彫刻じゃなくて絵画ですよね。彫刻、あ、まあ、そのなんか例えばペインティング・トゥ・ザ・パブリックで、あれってまあいくつかそのペインティングに限らずそのダイアログ・トゥ・ザ・パブリックとか、何かその公共的な場所に持っていくっていう意味では彫刻も考えていたことがあって、まあ、車の上に彫刻を乗せて街中を走るとかね。で、まあ、そういうのは多分ありえるかなとは思うので、彫刻でやってもいいかなとは。そうだね、車にいっぱい乗ってても動いたらまあ面白いかもしれない。まあでもその見ようが絵よりもなんか、まあでも例えばその、今年か来年フランシス・アリスやるんですよね、どっかで多分東京都現代美術館だかな、でやるんですけど、フランシス・アリスってまあこの、まあ、僕のそのペインティング・ザ・パブリックの元のアイデアはあの観光芸術ですけど、あの中村博さん と、立石大河さん の1964年にやったやつが、その間にフランシス・アリスがまあいて、フランシス・アリスって、まあ、会場にギャラリーの会場に絵をまあまず展示して、でそのギャラリーが始まる時間にその絵を持って、まあ、あの頼んだ人に外に持って持ち出してもらって、であのギャラリーの、空いている時間ずっと街中をその人が歩いて、でちょうどあのギャラリーが閉まる時間に帰ってきてもらって展示するっていうのをロサンゼルスでやっていて、でそれのなんか元のアイデアがあのロサンゼルスの暴動があった時に、そのまあ絵を持ち出して逃げる人たちがいて、あのまあちょっとまあ面白くないけど、まあ、面白いイメージなんですよね、それが。でそれを、まあ、こう絵に描いていて、フランシス・アリスか、でその絵を持ってそういうふうに街中に出ていくっていうのが実際にやっていて、それが多分、まあ、90何年とかだと思うんですけど、であの一方でその、モマがニューヨークのモマが、マンハッタンからクイーンズにあの引っ越すっていう時期があって、その時にそのフランシス・アリスが同じようなプロジェクトとして、その大元のアイデアはモマのコレクションを、まあ、そのパレードみたいな状態にしてクイーンズまで持っていくってやつだったから、例えばデュシャンの車輪のやつがこうなんかあのなんていうの、みこしみたいなの乗ってるとか、その移動も見せていくみたいな、移動を見せていくみたいな、であの
まあ、でも結局そんなのは もちろんできないので、うん、じゃ あのトラックに隠れてる状態で持っていこうとしたりとか、そのなんかやり取りみたいなのが本になってるんですけど、それ知ってます、ね、なんかあの、なんだっけ、パブリックアートファウンドみたいな、その、うん、そのためだけに、MoMA と提携してやったプロジェクトがあって、最終的には、まあ、現代美術の象徴として、あの個人の作家に作家を運ぶっていうのもプラスされて、でいろんな人にこう依頼した名前のリストが、まあ、ポール・マッカーシーとかそういう人がいて、キキ・スミスがまあ OK 出して、で、まあ、一番最初にキキ・スミスが座って、それをまあ見越して担いでる人がいて、で、デュシャンの車輪はまあなんかレプリカみたいに作って、違うもので、でジャコメッティ の彫刻を木彫でどっかメキシコかなんか作ってもらって、で、まあ、なんかあとなんだっけ、スナエデ・アビニオンの娘たち、うん、あのピカソのそれを作って、まあ、一見本物に見えるんだけど、うん、だ一見モマのコレクションが本当に移動してるかのようなパレードをやったことがあるんですね、うん、それも、まあ、結構前ですけど、だなんか、まあ、あの一連のそういうのがあった上で、じゃあ自分が何をできるかみたいな部分僕は結構あるので、うん、そういう意味ではその彫刻とか、あるいはその映像とかね、もう範疇ですね、うん、あとはまあその詩の朗読であるとか、まあ、その単に美術のジャンルに限らないことも、もう少し、まあ、山手線の中でトークをしたのもそれに結構近いんですけど、うん、会場から質問あれば。そうですね、もう7時だし、はい、うん、1時間ぐらい話したし、はい、何か何でもいいですけど、感想でもいいし、内海さんになんでそんなに熱いんだみたいな。ああ、そうですよね。内海さんに対する質問でもいいですし、何かありますか。せっかくなので。結構人が来てくれる。そうですね。まあ今日いきなり来た人とかもいるだろうけど、何かありませんか。電話だ。はい。今お話をお伺いしてて思ったんですけれど、あの僕自身も書く方で今回1個、はい、出したあれ で今ちょっと話ちょろっと出た内海さんがなぜそんな熱いのかっていうの、なんかその熱さっていうのはなんか分かる気がするんですよね。やっぱ書く人間ってやっぱりそういう熱さってどっかなければ書こうと思わないかなと思って、で熱い言われる、あ、分かります。で、あの一方でさっきの、 あの呼びかけのテンションが低かったっていう話があって、こう呼びかけて、僕も会場来てもっとブワーってたくさん作品が最終的に集まるのかなと思ってた部分もあったんだけれど、呼びかけのテンションっていうより、あのなんていうんだろう、呼びかけられたその社会の方があんまり、絵画ってやっぱりそこまで強い関心をひょっとしたら呼んでないのかなっていうのは一つ考えたんですね。ちょうど今六本木でやってる相田誠さんの展覧会がちょっとああいう感じで話題になってるんだけれど、で僕ツイッターのタイムラインなんかを見てても割と展示撤去しろっていう声に対して反対する、あれはアートなんだから芸術なんだからっていう、で芸術を擁護する声っていうのはたくさん流れてきたんだけれど、でもなんか擁護する割にはそれが芸術だからとかアートだからっていうのって、なんか実はその芸術なりアートなり、まあ絵画でもいいんですけれど、そのものに強い関心があるんじゃなくて、むしろその関心っていうのがなんかスポイルされてしまってるっていうか、むしろあの展示に異議を唱えた側の方がある意味で相田さんの作品の衝撃性みたいなものを見てる部分があるなって感じたんですよね。
それに対して芸術だからアートだからっていうのは実は無関心を示してるんじゃないかなって僕はちょっと感じたんですね。だから本当に今ちょうどトークこの間の会話 TV でも絵画と社会っていう話があって、社会とどうぶつかるのか、どう関わっていけるのかいけないのかっていう話があったと思うんですけど、やっぱり絵画ってそこまで今どうなんだろうなっていうのは自分もやってても思うし、ちょっとそういう感じはしました。そこら辺どうでしょうか。呼びかけのテンションが低いっていうあたりの話からちょっと連想したんですけれども、呼びかけられる社会の側っていうのが絵画を求めてるのか。これなのかな。でもやっぱ絵画のテンション低いのはでもしゃーないですよ。まあそうですよね。それでそう、しかも高い必要もないんだけどっていう反論しちゃっていいのかなって、むしろ俺を押してくれた感じがしたのにあれってなっちゃってるけど、まあそりゃそうだろうってね。だってね、絵の具をうねうねやってなんかいいでしょ見てっていうなんてやばいっちゃやばい人じゃないですか。でもまあそれでもうおもろいかなと思ってまあやっているわけですけど、まあ、ただそんなに重要度が上がっちゃったらまた動き方が変わってきますよね。むしろテンション低い時こそできることがいっぱいあるんじゃないかなっていうのは個人的には感じてますね。そんでこのそのせっかくこのねテンション低くてむさびのなんだから、むさびのどっかの学生が進級制作展だか卒生だかをねドーンってやったりとかすればいいの、もっと学生とかいっぱい来るのかなと。いや、ね、卒生と被ってんです。あ、卒生の時期と被ってて語尾大展被ってるじゃないですか。だから国立新美術館での展示と、うん、ここって比べたらそれは国立新美術館ですよね。あ、でも、うん、ジャックできるのになと最初のその一人一点っていうフォーマットがない時は、うん、個展誰かいけちゃうなって思ったの。でももうめっちゃいっぱいの絵を持ってドーってきてグワーってできちゃうじゃんと思ったけど、一人一点っていうのがどっかでできたんで、あ、それダメなのかって、じゃあグループ展だわって思ったけど、だからそういう、だからあれだよね、あのヤシの葉を売るときに、売る映像のときに、はいはいはい、おばちゃんが、おばちゃんだか警備員の女の人かなんかがすごくあなたの解釈聞いてないわみたいな、なんか撤去しなさいみたいな人いたじゃないですか。ほんであれ言ってよ、言って やったじゃないですか。やったってなんか面白いじゃないですか、やっぱし。ああ、そうね。でまあ僕今回その位置に近いだと思うんですけどただだからそれをさらっていくようなやっぱその大きな波が来たらいい。実はあの時に、うん、ポール・マッカーシーが買いに来たんですよ。あ、そうなんですか。でポール・マッカーシーが買ってったんだけど、うん、そのなんていうの、うちわの人だったので、うん、ポール・マッカーシーの娘がやってるギャラリーでやった展示だから、うん、そこはもう丸ごとカットしたの、実は。でじゃあそういう一つの流れもあったのね。うん、まあでもなんかその時なんかすごい、ま、迷ったっていうか、うん、買っちゃったし、うん、でもうちわだし、うん、でもなんかこうそれが入ることによって全く意味合いが変わるじゃないですか。その全然違う、今のさあの作品の見え方と全く変わっちゃうので、まあもちろん最後に出てきたあのフリーマーケットを仕切ってるおばさんに関しては、うん、もちろん最初から切るつもりは全くなかったけど、うん、なんかそのそれよりさらに大きい何かがやってきてさらってってしまったなってその時は思って、ポールすごいひどいことするなって思ったんだけど、まあある意味嬉しかったけど、いやでもそれはみたいな微妙な位置関係があって、でこれに関してはだからそうなりうる、まあフォーマットだよね。だから誰かがボーンって来てボーンってやっちゃう、で実際やってくれたけど、まあ割と遠慮がちで、まあね、どこまでやればったんだろうね、わかんないけど、愛の深さがこれぐらいあったんですよ、僕は。でもまあね、うん、まあ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 、でもその学生がいなかったっていうのは単純にこっちのまあ読みミスっていうか、その、うん、まあやっぱり卒生展ってみんな大事だし、うん、その国立新美術館で見せる、まあ語尾大展とかで結構重要、今のね人には多分重要なんじゃないかな、うん、僕にはちょっとよくわからないけども、
だからこのフォーマットがなんかうわあんなになっちゃったとかはははってなったら面白かったな、それがすごい残念だな。だからそのフォーマットが瓦解するぐらいやるのが、まあ、そういう外部の力とかね、まあ、多分だから田中さんと僕との間 の, その初期におけるその予想値とか期待値ってちょっと多分違ったんですよ。だから僕はもっと来ると思ってたし、まあ来ないと思ってたって言ってたでしょ。で僕はその来ると思ってた理由の一つはもうただ単純に絵描く人多いと思ってたので、まあ多いですよ、まあそれはそうか、多いですよね。いわゆるその呼び方がいいかどうかは別として、その日曜画家と言われる人たちもいるんだから、うん、まあいろいろ持ってきてくれるんだろうと思ってたんだけど、要するにまあ一つは多分そういう人たちにつながるチャンネルがなかったっていうね、だそれは一つの反省点なわけですよ。だまあもっと多分だから内海さんはそのまあ突っ込んできた理由の一つはクオリティを上げるというか、まあそういろんな意味で、ね、なんか、うんうん、でそれはあれなんだけどすごい嬉しかったんだけれども、一方でだからそのクオリティということを問題にしたかったっていうのも事実で、うん、つまり絵というものをだからまあ日曜日に描いてる仕事、まあ、今回もいろんな方に来てますけど、その仕事の傍ら描いてる、その人たちにとっての絵の重要性みたいなものをもっとこうある種抽象的にこう凝縮した形で見せられる空間になるんじゃないかとちょっと思ってたのね。まあ、でもそれを理解するためにもやっぱり出すしかなかったですね。僕は多分外から見てる時にそれを、うん、理解することは多分できないというか、そこまで乗れないかったからね、うんうん、だから乗ったことで、まあ、自分の中で見えたものもあるし、その時にもっとやっぱその熱の話をされましたけど、熱量ってやっぱ大事だなってやっぱ思っているのですよ。やっぱりその味より先に料理とかね、話しておりますけど、料理とかって味より先に熱が来るじゃないですか。やっぱ理解とかその内容よりも熱とか冷たが来ると思っているので、作品ってその企画、その場合企画が作品ですけど、企画自体が田中幸喜のすごい乗ってんなって思ったら、じゃあ一肌脱いであるかっていう人も出たかもしれないよね、うんうん、すごい力入れてるぜって思ったら透かされちゃって、まあそうですね、大事な作品というか、まあいいやと思って僕出してるけど、大事な作品を透かされた場所に出せっかよっていうあ、ね、作家がそういう感じ、ね、ペインター側の熱もあるかも、ね、そうかそうかそうか、でも俺はちょっとなんか書きましたってまあ思ったし、あとまあ大きい5メートルぐらいの持ってきた時もそうだね、あれはすごいイラッとくるかなって、イラッとしたら面白いなと思って、ああイラッとか、そうね、今日はあとはそれは同時に田中君だけじゃない、この展示してる他の人もイラッときたらいいなと思ってるよ本当に、あれありなんみたいな、うん、でもフォーマット的にこうだからやるよみたいなのとか、あと展示どうしますってやっぱなったんですよ、スタッフに、うん、それは、ね、これ でかいからね、これ田中幸喜のせいだからねって僕言ったんですけど、田中幸喜君がフォーマットこうしてるんだからこうなるよ絶対っつって俺悪くねえしっつって、でもそういうのも含めて、うん、そのまあね、まあね、そうだ、わわわわわわがあったらって何て言っていいか分かんないけど、うん、思ったんだよね。いやでも それはもう機能してると思いますよ、本当に。でも絵の前にテーブルが置かれていることに対してはどうだったんですか、今日来た時。いや気にしないです。あ、気にしないんだ。もう僕は完全に譲渡したんで。そうなん、なるほどね、うん、だからちなみにあれは僕が置いたんですけど、あ本当、あの作品だって高さどこでもいいよって言って、あそうだ、ね、本当にビュービューって2個やってちょっと斜めったぐらいで置いたでしょあなるほどなと思って、なるほどな、田中幸喜すげえな。とかあとどんな感じで歩いていくんすかって言ったら、まあ適当に、ああなるほどな、田中幸喜すげえなと思って。ね、なんか。まあまあ。俺あんまり言わない言葉だなこの言葉と思って。ああ、そっか。基本的に例えば、うん、できないなんかほらいろいろこうや展示のプラン段階とか、うん、その交渉段階とかでできない場合は、まあ、じゃあやらなくていいですってなるので、うんうん、なるほど、そこでねやめちゃったりとかね、そのことを、うん、ただやっぱりそこはそういう感じなのかもしれないけど、全体的なやっぱ
圧力はまあすごいなと今回本当にマジで思いました。まあ、テンション、まあその実際の熱量をどういうふうに受け取ったか分からないけど、うん、テンションはまあ高めでは、うん、通常よりだいぶ高めではあったっていうか、まあ、それがなかなかもちろん伝わらないのかもしれないけど、うん、でもそれもやっぱり、まあ、今回こうやって突っ込まなかったら分かりにくかったし、うん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 、だからすごく良かったとは思うんですけど、うん、まあ、それこそ絵画 TV も含めてっていうか、うん、近年の中ではベネチアよりも緊張したっていう、うんまあ、もうベネチアまだね、まだ今度展示がね、もまだあるけど、まあ、もう あんまり緊張する部分が 何にもないので、うん、まあ、そういう意味ではすごくいい機会だったかなと。いやでもすげえ応援したいなと思います、マジで頑張ってほしいなと、ね、まあ、お互いが今後どう変わっていくのかっていうのがちょっと僕は逆にね、あ、田中さんを知った宇宙美さんと宇宙美さんを知った田中さん、まあ、大概そのほらな、ね、欲望を交換するもんだから、うん、僕がものすごい絵描きになるかもしれないですよ、だから、あ、じゃあ俺どうしよう、はい、じゃあ時間も、はい、すいません20ポンド過ぎましたんですが、ね、田中さん、内海さん、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございます